ことでどんなこと言いなさい。数弁ひびれいきますさ。南南と立ち伏せのごとく流るる地潮。なんと大げさやな。さあ、もっとかからんがな。青なこと。地潮を眺めて彼女はさすがにおにょにょいた。驚いたや。しばらく待ってこんな乱世と。ややこしいな。いちいち相手ないねん。言われてこい。静かにたもとへ手をつづこんで。つづこんで。と言い出したはチェリーペーパー。何やそれ。桜の実やった。こじつけた英語やな。その桜の実でな、うん、こうやってな、あんや吹いてくれん。なるほど。けど何も吹いても血が止まらん。なんとまた人を踏まれたもんやな。こんな見かねて、うん、まだたもとい手を入れて、うん、今度出したのは吸引ガム。そんなもん死なんてどうすんねん。いや、違う違う、あのシックによう似たほれぬるくするな。ああ、面それたみたいな。ああ、それや逃がすな。何や、チボみたいに言うてんな。しかしその女何やろ、看護婦と違うか。いや、看護婦ではない、けど用意のいいはずやで。か後から聞いた話、その女足踏みの常習犯やそうな。そんな常習犯があるかい。それは何しろ手慣れたもんやな。薬に塗った後ガーゼをピッチンそらえてキリキリっと包帯や。なるほどな。おなごに解放してもらう。喜んでるのろまやな。喜ばれみたいな。嬉しがんないの。私は彼女に真心からつまりお礼を申し上げたんですが。ああ、丁寧に言うねんな、また。彼女よ、ああ私は全くありがたいと思うでありますですよ。ややこしい言い方やな。そうすると彼女が、ああ、いえ、どういたしまして、うん、上とした、ああ、善はぴったりやろ。なんとまあ、互いに見合わす顔とかを。ええな。じゃあだ、じゃあだ、じゃあだって気だって身請けの人おたん。アホやな、そら7つ目やがな。あ、いえ、その中を見合わした時に女が、うん、僕の顔を見てニコッと笑う。それに対する私もニコッと笑う。笑ってばっかり。ああ、してくれ、シコシコッと笑う。わかせいでもええがな。しかしその娘、なんじゃ見覚えがある気にすむ。そうか。見覚えのあるはずや、すぐ思い出した。どうして。けど、なお念のために聞いてみたい。うんうん、あなた失礼でございますが、もしや、どっかの寄せで出てはったお名前と違いますかと。ほな、その娘、どない言いました。あらえスタッフ、あっそう、わたさん、おっ、水も、それは聞いててわからんか。わからん。この女は安住氏の女であった。なんじゃお立ち話かいな。そうやがな。